オレンジ油、オレンジオイルとは、ウンシュうみかん、だいだなどの柑橘類の皮に含まれている、揮発性の油、つまり精油である。油脂ではない。主成分はリモネンである。柑橘類が含有するビタミン C などの水溶性成分は含まれない。火皮を低温圧削することで抽出する。水蒸気蒸流が利用されることもあるが、成分組成がやや異なっている。精油の多くは、 オレンジジュースの副産物であり、残留物に溶剤を加えて抽出したり、濃縮オレンジジュースを蒸留する方法もある。こうしたタイプの異なる精油を混合することで、一定の質の精油が作られる。精油は短期間で酸化するため、消費期限が非常に短く、普通抗酸化剤が添加されている。他の柑橘類の精油を混ぜたり、合成リモネンを添加する場合もある。 オレンジ油に含まれるリモネンには、発泡スチロール、ポリスチレン、ゴムを溶かす作用がある。ゴム風船程度の厚さならば、塗布後数秒程度で穴を開けることができる。ストーマー用装具を外す際の接着剤の誘拐にも利用される。リモネンには、汚れを落とす作用、揮発性、陰化性がある。また、ゴキブリに対する危機活性が見られるという、研究結果もあるが、この効果における、 主成分はリモネンである。非効果は容量とゴキブリの種によって異なる。食品や飲料に添加されたり、香水にも用いられる。洗剤等にも利用されている。日本薬局型に、温州みかんなどから採取される、オレンジ油が収載されており、医薬品として扱われる。低温圧搾法で抽出した精油はアロマテラピーにも利用され、臨床研究で、 精油の方向により、リラクゼーション効果、不安の軽減が見られた。精油に含まれるリモネンが短期間で酸化し、炭酸物質に変化し、高毒性の問題もあるため、オレンジ油の皮膚とふは、問題が起こる、可能性が高い。ABCD マディアリスバルチンチョ、アロマセラピーサイエンス田辺和子松村厚生官役。 フレグランスジャーナル社、2011年ポリスチレンのリサイクル科学教育センター、国立大学法人大阪教育大学、リモネンを用いた、科学実験岡崎女子短期大学、長谷川夏美柑橘生油類の茶羽ゴキブリ、和文ゴキブリ及び黒ゴキブリに対する寄避活性、チャンマン・ユン、シン・ホカン、チョン・オォー・ヤン、ドゥ、ジンノ、パンジア・ンインデレガンド、ギルハー、 ヒムジャーナルオブペスタサイドサイエンス植物に含まれる芳香成分精油について、帝京大学薬学部附属薬用植物園、木下武史。ありがとうございます。